ップルマック神戸店でございます。本日ご用意いたしましたのはこちら、 iPhone 14 Plus のアクティベーションロックがかかってる画面です。今これ、これをね、今画面表示で見られるソフトウェアを、まあ、3000円とか6000円ぐらいの価格帯でクレジットカード支払いで、ソフトウェアがパスコードロックが解除できるとか、ロックが解除できるとか、 Apple ID が消去できるとか、それをですね、どうなるのかというのを僕が教えて信じましょう。これ買いました。これはね、僕が6000、8000円払いました。今接続しましたので、この年末、結末、じゃあどうなると思いますか？できると思ってますか？できるわけないですよ。これがね、できるわけないじゃないですか、まず。iOS ジェルブレイクガイド。ジェルブレイク脱獄してくださいと。脱獄成功したデバイス、プログラム脱獄し、次をクリック。iOS17 の iPhone 14 Plus、ジェルブレイクルート化対象じゃないよ。何言ってるか分かんないですよね、詳しくない方は。そうなんです。何言ってるか分かんないんですよ。からくってるから。全然ほら、デバイスがジェルブレイクされてない、脱獄されてたと検出した。脱獄後に、もう一度出直してください。これ舐めてますよね、これほんとね。これでね、何でもできますみたいな風に書いてあって、こういう風になって、まあ、結局ただ単にお金を奪いたいだけなんですよ。すべてのソフトウェアが、まあ、ほとんどそうだと思ってください。まあ、僕はここで、まあ、本当 100% ではないですけど、じゃあ 99% 嘘なんでやめてくださいっていう風に僕は、購入するのをやめてくださいと日本人の方にお説明したいと思いました。こんなこといちいちやる必要ないんですけど、僕は分かってるんですけど、分からないらっしゃらない方が多いので、伝えをさせていただきましたね。はい、じゃあこっちのなんかロック解除ってどうなのって言ってやってますよね。はい、デバイスを検出してます。さあ、これできると思います？できると思ってるんですか？これできないんですよ。こういうふうにね、分からない人からね、ジェルブレイクする必要があります。声明を確認しました。スタート。ジェルブレイクされてないよって出るんでしょ。さっきと一緒じゃん、流れが。だからよく分かってないのに、なんかとりあえず払えば何としてくれるかなと思ってると思うと思うんですけど、まあ、もうここでは寄せてください。 100% 詐欺しかないので、気をつけてください。ジェルブレイク対象化機種であれば何かできるなんていうのはね、もともとお金払わなくてもできたり、まあ大体5ドルとか10ドルとかあれば、そういうジェルブレイク対象機種のほらデバイスが脱獄されてない、ジェルブレイクされてないことを検出しました。ジェルブレイク後にもう一度やり直してください。はい、お金払って意味ないよ。はい、終わり。ありがとうございました。お金払って意味ない。はい、お金を人にプレゼント、そんなところにプレゼントになる、うちに振り込んでくれ、やってくれ。まだうちに振り込んでなんかできる可能性はある。よろしくお願いします。